どうもケントです。今日はねここ反応でダウンタウンすごくないこれで明日ね久しぶりにハーフマラソン走るので、それもね、三の出ロックンロールハーフマラソンっていうのね走るからちょっとね足怪我してんねんけど今だからちょっと1ヶ月ぐらいねまともに走れてないねんけど、ちょっとねその怪我、足底筋膜炎がねマシになってたから、ちょっと走ってみようかなと思いますということで、ひとまずねこのゼッケンをね、受け取りに行きたいと思います。僕三の出全然知らないからしかもこのダウンタウン三の出、まあ、ぶっちゃけこのケンテンブログでねここ取材するの初めてちゃうかなっていうぐらい、まあ、こんな感じのね、まあ普通のダウンタウンでなんかやっぱサンフランシスコと比べてもっとねだだっ広いから、まあ、建物自身はそんなに高い建物っていうのはないんやけどなんかダラスとかさあんな感じの印象があるかな僕の中ではこんな感じですね。まあ今日はいい天気です。で明日こんな天気が良くてしんどくないかな。でもこのサイドこのクロスウォークいいね。この横断歩道なんかめちゃくちゃなんか絨毯みたいになってて、いいじゃないですか。ちょっと僕迷子になってんけど、まあ、このまままっすぐ行ってみようか。なんかねちょっと治安がそこまで良くないんちゃうかなっていう感じがするんですけどどうかな。まあ僕はなんか犯罪に巻き込まれないようにちょっと頑張りますけどどう頑張んねんって話だけど、お、何やろうなこれ。お、なんかやってる。何のイベントやろ。で、みんななんかスペイン語話してるなんかラティーナの人っていう感じやったね今のね。あらこういうラジオステーションがさこういうキューピエスタ、なんか来てるけどこれすごいねほんまになんかカーペットみたいな感じで、あっちに行ったらコンベンションセンターがあるっぽいね。三の出ねこういうねスクーターがめっちゃ多いね。レンタル電気アシストスクーターね、すごいもうめっちゃ邪魔。まあ人によってはねものすごくこう邪魔っていう風に思ってなんか反対運動とかがよく起きてるんですけど、まあ僕はね結構あってもいいんじゃないかなとか思うんですけどすごい楽しいしね乗ったら。ただねなんかねライダー、使う人がさ後で、こういう風にねぐちゃって置いて乗り捨てるんですよね。ただそれがねなんかちょっと問題やなとか思うんですけどそれさえなんか規制ができたらねすごくいいと思うんですよね僕は。あ、入り口あった。行ってみよう。あったあったあった。ヘルス&フィットネスエクスポ。ここね。なんか随分静かやけど、朝一番やからかな。昨日は今日とね、やってるみたいやけどね。こんな感じなんですね。あ、こっちか。あったあったー。で明日ね走るのがねロックンロールハーフマラソンっていうやつなんですけど結構アメリカ伝統でね行われて、まあ、その名の通りロックンロールなわけなんですけど、で何がロックンロールかというとなんかねロックバンドがいろいろ応援してくれるとか言って、わすごい真っ赤すごい発色やな。もうリアルで見ててもなんかめまいがするぐらい赤い。すごいなんかそれがね面白そうやからちょっと一回走ってみようかな思って、プレイスピードナンバールックアップってで北京をねここでね調べるとロサンゼルスマラソンと同じような感じで、まあ、こういうところで北京をもらってからエクスポの中に入ってなんかいろいろ商品とかねサンプルとか見るみたいなそんな感じなのかな。あ僕結構ねサインアップ早かったからねこっちの方や一番先の方。あここですわ僕。はい That's my bib number right here。あこんな2000番台で一番速いのが1000番台すごいね。ちょっ ID を見せてくださいと。大丈夫なし見てこれ安全ピンね。これなんやろうなセンサーを止めるやつよね。わあすごいここでもレジスターできるけどハーフマラソン175ドルやって僕がサインアップした時は結構安かったと思うけどな100ドルしなかったんちゃうかな。でこっちに行くと T シャツとかバッグがもらえると。はい。ボランティアの人は全員なんかアジアの方やった感じがする、ね。There's a medium shirt
Yep. If you register today for next year, then you get another t-shirt. Great. Thank you very much. Right here. Thank you. Thank you. You have a good day. やったね。真っ赤な T シャツ。なんか、三の手って書いてて。なんやろ、クマさんの絵が描いてるけど。カリフォルニアのマスコットやからね、クマはね。じゃあこっち行ってみようか。このなんか、いろいろね、商品とサンプルとか、ディスプレイされてると思うけど。ブルークスのね、靴結構いいんですよね。なんか手に残っていいかなって考えてんねんけど、結構ね、ブルークスはね、なかなか悪くない。この色はどうかなと思うけど、すごいね、このタイダイのレインボー。お、これすごいよ。なんかね、メンズ、あ、男の人だけかな、こっちは。で、あっちにすごいメンズのがあんのかもしれないけど、こうやってね、名前がずらーっと書かれてて。なんかでも、ロサンゼルスマラソンでもあったよね。どっかに僕の名前もあるはずやけど、で、すごいのが T シャツになってね、これこれでもいい思い出になるね。このレース走ったよっていうような。レジスターした人の名前が全部書いてると思うねんけど、あー、これは面白い。これくれたらよかったな、マーチになんかね。あったあった、僕の名前ありました。ケント小島。あ、なんかね、小島さんもう一人いた隣に。はい、yeah. Can I?ランニング用にね、新しいね、このイヤーバッド欲しいねんけどな。なんかいいのないかな。おすすめありますか。なんかあの、僕はビーツがいいかなと思ってんねんけど、次は。今のね、僕持ってるやつあんまり好きじゃないんですよね、ぶっちゃけ。これすごいね、車のバフがけするようなやつやね。なんかポリッシュするような。これ何、どうやって使うの。やってみよう。すげえ、これこれをここに。うわあ、すげえ。なんか気持ちいい。なんかジーンズがダメになっちゃいそうだけど、すごい。あ、めっちゃこれリラックス効果あるよ。これでも筋肉ほぐすのにいいかもしんない。 BFF プロっていうのやって。 BFF ってなんか略語でベストフレンドフォーエバーの略やと思ったけど、なんかこれフィニッシャーズメダル、今までの歴代のやつかな。あ、なんかチャイナ、あ、中国でもあんねんな、同じレース。こんな感じでね。これどこやろ。あ、フィラデルフィア。これがカリフォルニア本部。なんかすごいね、この立体感がすごい。これめっちゃお金かかってる。シアトルだね、これ。これは何やろな、バージニア。ユナイテッドやる。なんかいろいろ、なんかね、何回も同じレース走ったらいろいろね、もらえるらしい。へー、なんか面白いね。あ、これラスター、ラスターの感じ。へー、あ、ホールオブフェイマーやって、なんか殿堂入りしてる人たち。こんなんもらえんの。なんかいっぱい走ったらこういうなんかヘッドフォンみたいな、あのフィニッシャーズメダルがもらえるみたいな。これもすごいね。あ、これ欲しいな。これはでも頑張る気になる。その人すごいな。めっちゃすごい。マドリードとかでもあるみたいね。世界的なレースだな。僕のは堪能でね、これ。あ、ちょっとお願いしようかな。GoPro! Good luck tomorrow! Thank you! Thank you! あ、しまった、この顔したらよかった。どうやらね、この三の手ロックンロールハーフマラソンっていうのはね、坂道がね、あんまりないらしいんですよね。まあ、結構、記録を出しやすいレースっていう話は聞いてんねんけど、どうやろうな。行ったらいい、行ったらいい。ペーサーのブスがあったけど、本当はね、これ狙いたいねんけど、1時間45ね、ちょっとなんか全然練習不足やから、まあ2時間かな、無難に。これで、これすごいね、タイムとか書いてくれてて。さてさて、じゃあ明日がね、いよいよレースなんで、続きは次回の動画でということで。はい、今日の動画は以上です。いいねの方、チャンネル登録お願いします。明日頑張ります。それでは、バイバイ。